どうもこんにちは、ホーと申します。今回もグランドセフトオート5、警察官としてパトロールやっていきたいと思います。ということで今回はこんな感じで夕方ですね。ちょっと眩しいのでサングラスをかけてみました。いやー、めっちゃかっこいいですねこれちょっとやっていきましょうか。今回ちょっとねギャング地帯の方行きたいと思うので、もうあらかじめカービンライフルは出しておきます。よし、こんなぐらいでいいでしょう。今回もちょっとね左上の方にフレームレートとか計測できるように出しておきましたので、気になる方はねフルスクリーンとかでご覧ください。さあ、ということで今回はですね面白いモッドを入れました。そのモッドはですねオートブリンガーというモッドで、ウインカーを自動的に出してくれるモッドですね。今ハザードランプがついてるんですけど、今から右に曲がります。右に曲がるとこんな感じでちゃんと右にウインカーが出てくれると、そして少しするとね自動的に消えてくれます。これねすごいですねめちゃめちゃ便利。一切キーを触らずに勝手に出てくれますね。まあ、ちょっと右の方によるとちゃんと右に出ると。でもねちょっと残念なところが、赤信号で止まってるとねこんな感じでハザードランプになっちゃうというところですね。まあそれ以外はちょっとねかなり素晴らしいと思います。ちゃんと右に曲がると右に着くと、うん、素晴らしいですねこれ実は前回というかね結構前から入れてたモッドなんですけどね、なぜかきちんと動作しなかったので全然使わずにいたんですけど、使わずにいたというか使えなかったんですけどね、どうやって使えるようになったかと言いますと、あれですね、セキュリティガードがアシスタントを呼んでるみたいなのでちょっと行きたいと思います。これ結構近いですね、後ろの方だね。 OKOK 行きましょう。サイレンは鳴らさないようですね。え、なんか赤点が映ってる、なんだこれ。あー、ちょっと助けてって言ってますね。ちょっと待ってねごめんよ、なんか無視したみたいだけど、それよりちょっとこっちの方がね気になるからね行きましょう。もうこれで僕もねせっかちな僕もウインカーを出すのを忘れずにプレイできるという本当に素晴らしいモッドですね。オートブリンガー皆さんもねぜひ導入してみてください。あそこだね、ちょっと待ってね。よし、 OK 行きましょう。こっち側ですね。あ、いたいたいた、本当だ、セキュリティの人がいますね。どうしたんだろうこれ。さあここら辺に止めとくか。よし、これで降りてと。この人となんかやり合ってたのかな、どうしたんだろう、大丈夫。あ、この人がですね、ああチケット持ってないんだね、入場チケット持ってないのに入ろうとしたのか。あ、支払いを拒否してるんだね。 OKOKOK、でもこの人去ってくれないとこの場所から、だからもうどかすの手伝ってって言ってるんですね。 OKOKOK、 なるほど、そういうことか。ちょっとこの人にも聞きましょうか。あー、なるほど、そういうことか。これこの人ホームレスなんですね、住む家がないって言ってるみたいですね。あー、だからちょっと休ませてほしいのかな。なるほど、多分そういうことですよねそしてどこにも行く場所がないって言ってるんですね、多分そういう感じでしょういまいちわからないんですけど、まあホームレスっていうことは分かりました。 OKOKOK、 でもちょっとねこれどうしましょうか。まあこっからどいてもらいましょうかね。他に場所もありますからね、まあ、一旦こっからはどいてもらいましょう。さあこれで OK なんかなこんな言い方でいいのかな、ちょっと分かんないけど、いやーこれどうやってどかそうか
まあここでちょっと活躍しそうなのがですね、今回アップデートで入りましたこちらですね。これを使ってちょっとやってみたいと思います。ここに掴むっていうのがあるので、これで掴みましょうか。これちょっとどかしましょうすごい状態になってるけどね、ちょっとこれでどかしたいと思いますこっち前の人滑ってるよこれさあこれでちょっとね、ここら辺に移動させとくか。ちょっとね邪魔だからね。はい、こっからどっか行きなさい君は。さあこれでちょっとケース終了させたいな。これどうすんだろうOKOKOK、 これで終わりましたね。さあ向こうに戻ったんですけど、もうちょっとね向こうの方に行かないでね、あんまり歩いてもいいけどとどまらないでねさあこれで大丈夫でしょう。 OK こういう感じで面白いアップデートが入りましたので、他にもねいろいろできるんですね。まあこれはついてこいっていうので、まあこれがさっきの掴む動作ですね。そしてこれがタクシーを呼びます。まあ酔っ払いとかねいた時にタクシーを呼んだりできますね。で他にはですね、こっから牽引車を呼んだり、あとは保険会社の人に連絡したりできますね。保険会社の人に連絡すると、保険会社の人が現場まで来て車とかをね運んでくれます。なかなか優秀ですこれ結構楽しいですね。さあこれぐらいでいいでしょう。向こうに行きましたねホームレスの人。 OK ではちょっと行きたいと思います。もう一人なんかね助けてって言ってた人がいるんで、そこに行きたいと思いますね。さあちょっとギャングがいるんですけどね、ギャングの構想か結構離れてるからね、まあいいでしょう。これねオートブリンガー結構いいんですけどね、この停止中には信号待ちでもあのハザードランプがついてしまうというね、まあそれがちょっと気に食わないですねまあそれ以外はもう大満足ですので、まあこれどうやって反映しなかったのに直したかと言いますと、もう本当に単純なミスでしたね。本当に単純な僕のミスで、レイジプラグインフックのスタートアップ画面でモッドを反映するためにねチェックをつけないといけないんですけどね、まあそこのチェックをつけ忘れてたという、まあたったそれだけのとても単純なミステイクでしたまあ簡単に直りましたね。だからさあこれでちょっと左に行きましょうか。さあこの人ですね、ここにいる人みたいなんで、これですね。 OKOKOK ちょっとここら辺に止めとくか。さあちょっと降りましょう。これはちょっと急いでいきましょうか。大丈夫？どうしたの？あー、エンジンがかからないって。ちょっと待ってね一応僕ね車直せるからね、結構すごいでしょ。さあこれでちょっと直してみましょうか。エンジンルーム見よう。大丈夫かな？結構煙出てるけどね。あーもうこれ完全に壊れたみたいですね。じゃあちょっと待って待って待って、ですね、ここでですね、これだよこれ、タクシー呼んであげる、タクシー呼んであげるねちょっと待ってね、動かないでね。あとはですねちょっとナンバープレートもチェックしとこう、一応念のために。さあこんな感じでタクシーが来てくれますね。さあちょっと待ってね。あ、ちょっと待って、これ盗まれた車じゃん。貴様ちょっと待って、ちょっと待って待って待って、そこどっか行くな、どっか行くな、やばいやばいやばい、逃げる逃げる逃げる、まずいまずいまずいちょっと待って待って、拳銃出さないと。降りてきなさい。何してるのこれ、ちょっと降りてきて降りてきて降りてきて、ちょっと待って待って待って、逃げてる逃げてる逃げてる、ちょっと待ってよタクシーの運転手さんまずいなこれ、ちょっと待て待て待て、今のまずかったぞ、どっか行っちゃったよこれ。ちょっと待って待って待って、
あー、オッケーオッケーオッケー、なんとかいったね。大丈夫かこれ、人変わってないよね。まあ、一応指名手配したんですけど、オッケーオッケー、人変わってない、よかったよかった、降りてきなさい。オッケーオッケーオッケー、知ってあげなさい。ちょっと待って待って待って、逃げないで、もうなんで逃げるの。まあいいか、追いかけましょうか。まあ、これすぐ捕まえれますね。よいしょ、オッケー。まさ、うわー、びっくりした。うわ、またバグったか。もうすごいよねこれ、ちょっと肝心なとこでこんなことならないで。あ、治った治った。ちょっと待って、あの人ですね。よいしょ、オッケーオッケーオッケー、これでオッケーですね。拳銃出しとこう。手を挙げなさい。まさかあれ盗まれた車だったとはな。ナンバープレート調べといてよかった。ちょっと君はちょっと待ってね、署まで来なさい。さあこっち側に行きましょうか。さあ連れて行こう。ちょっと護送車呼ぼうかな。いや、やめとこうか、もったいないか。署がめっちゃ近いからね、自分で運びましょう。さあこれで OK ですね。あ、中に入ってくれないのか。よし、これで OK だね。ちょっと行きましょう。そしてあれですね、前回の話の続きになるんですけどね、新しくアムダ8350からコア i7 に変えたという話なんですけどね、あれね、ちょっとあれからちょっと数日経ったので、いろいろ分かったことがあるので紹介したいと思います。まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、圧倒的にインテルはゲームしやすいですね。コア i7 でゲームしたらね、すごく快適です。まあ当たり前なんですけどね。まさかここまで性能がいいとはね、思ってなかったので、かなりびっくりですね。まあグラセフ5にしても、もう全然フレームレートが落ちないので非常にいいですね。そしてちょっとね、びっくりしたことがあるんですけど、それはですね、動画編集ですね。動画編集がとにかく快適になった。もう本当にびっくりするや快適で、今までですわね、今まではね、フル HD でしか編集できなかったんですけど、もうコア i7 に変えてから 2K で編集できるようになったんですね。これ結構すごいよね。 2K っていうのはフル HD の2倍の解像度でリアルタイムで編集できるというね。さすがに 4K はね、あのカクついてできませんでしたけど、まさかここまで楽に編集できるようになるとはと。高画質でね、編集できるようになりましたので、もうそこら辺がすごいすごいと思いました。ちょっと入ってくれないなこれ。すごいとこで詰まってるんだけど、ちょっと入ってよちゃんと。何してるの。ちょっと待って待って待って、これ掴むか、掴んで入れてあげよう。 OK、 よし、これでいいですね。そこに入っといて。これでいいでしょう。大丈夫かなこれで。うん、脱走しませんね。 OK。 そしてエンコードの速度もね、だいぶ速くなりました。今まで50分ぐらいの 4K 動画を書き出そうかなと思うと、だいたい4時間はかかったんですね。4時間ぐらいかかったんですけど、コア i7 に変えてからもう3時間20分で、嘘みたいに速くなりましたね。本当にびっくりしたんですけど、まあ、動画の内容によっても変わるかもしれませんけどね。あんまり動きが少ない動画だと早くエンコードができるので、まあ、これはあんまり当てにならないんですけど、まあ大体平均して20分ぐらいは早くなりました。なので本当に、うん、変えてよかったって感じですね。FX8350 と 6700K って1万5000円ぐらいしか値段変わらないのに、もう全然性能違うじゃんみたいな。まあそういう感じですね。
まあ、とにかくこれから自作しようかなとか考えてる方はもうインテル一択でやった方がいいかもしれません。本当におすすめです。さあ大丈夫かな。今回ちょっとギャング自体やっていきますからね。ちょっと、やっぱりなんかウォートブリンガーいいけどハザードランプつくのがななんか嫌だよね。じゃあ行きましょうか。喧嘩あったみたいですね。暴行ですね。ちょっと行きたいと思います。これどうなんでしょうかね。サイレン鳴らすのかな。そこら辺がちょっといまいちわからないんですけどね。まあ鳴らさなくてもね、赤信号は通過できますからね。行きましょう。さあ着いたね着いたね。ここら辺だね。めっちゃ署が近いじゃんこれ。署の前でやってんのかこれ。どこでやってんだろうね。めっちゃ気になるんですけど。終わったんか。まあそりゃそうだよね。ここに署がありますからね。ケース終了したみたいですね。終わっちゃったわ。あー結構遠いなこれ。ちょっと僕はやめとこう。これ遠すぎますね。ちょっと左に曲がってもう一回同じルートに行きたいと思います。いやーこれ綺麗だよねここ。すげえ綺麗。いやーということで5月終わっちゃいましたね。今日収録してるのは6月1日なんですけどね。いやー今年の5月結構あっさり過ぎちゃった。そんな気がする。毎年ね5月になると体調が崩れたりね、まあ精神的にちょっと落ち込んじゃって、まあ今日休みたいなとかなっちゃうんですけどね。今年の5月はなぜかいわゆる5月病というやつかな、5月病ですねというやつにならずに済みましたね。よくわからなかった。なんでこうなったんだろうね。まあいいんですけどね。それはすごく皆さんどうでしたでしょうか。5月病なった方もいるかもしれませんけど、私は大丈夫だったので。まあなんでかなと思って、多分ね雨が関係してるんじゃないかなと思ってね、調べてみました。降水量の方を。そうするとね、去年の降水量と今年の降水量を調べたんですけどね、変わらなかった。いやむしろ今年の方が増えてましたね。なので雨は関係ないと思います。雨が原因じゃないかなと思ってたんですけどね、違うみたいですね。何でしょうかね。今年の方が暑いからかな。まあ結構面白いですね。ちょっとやっていきましょう。さあこれで止めたいと思います。 OK こんな感じですね。いい感じで止めれた。しかしこれ綺麗だなここ。これサムネにしたいですね。いい感じだ。さあこれでちょっと近づきましょう。重罪だからね。大丈夫かこれ。危ないやつじゃないだろうな。あ、危ないやつですね。これかい。こんな顔なんだね。なんか僕が想像してたのと違うぞ。普通にお金持ちな顔なんですけど。まあいいでしょう。ID 確かめましょうか。これ間違いじゃないよね。OK, OK. わかりやすい名前だな。これいいですね。さあ、この人ですよね。間違いないですね。指名手配されてますね。LSPD から。指名手配、なんだと？あれで？マジか。全然顔では判断できませんね。まあいいでしょう。まあここでちょっとね、威圧的に答えてしまうとなんかあれなので、ここは何も言わないでやろうかな。そしてちょっとね車から降りてくるように。さあ君ね指名手配されてるからね、逮捕するよ。さて情報かけましょう。なかなかいい感じ。さあこれでちょっと車の中に入れときましょうか。一体何をしたんだろうね。すごく気になる。
さあちょっと呼んでおきましょう。これであとはね車内も調べたいと思います。なんか見つかるんかなこれ。わあ痛い今のは痛そうだな本当に。お来てくれたね。さあまあ特に何もなさそうだよねこれ見た感じ。じゃあもう牽引車呼んどきましょうか。あこっから呼ぶんじゃなくてさこれ使えばよかったね。やってしまったな。まあいいかこれちょっとね使ってみたかったんですけどね。まあいいでしょう。他にもね面白い感じでロードマネジメントとかもね変わってますね。これなんですけどねこんな感じでプレビューが表示されるようになったので非常にどこに置いたらいいのかっていうのがね一目瞭然ですね。わかりやすいこれが本当にいいと思います。うんだからなんかやってみようかな。あなんか落ちちゃった。あ大丈夫だね。こういう感じでプレビューが表示されてあとはですねここでまあ後ろとかね左とか右とか選べます。これいいですねなかなか。まあ前にやっといてあとはですねディスタンスで距離とかも変えることもできますね。まあこれはローテーションでまあ向きを変えれるというまあコーンだからね向きは関係ないんですけどまあここら辺につけとこうかな。ほいと。あ待って待って待ってちゃんとできてないなあ車が消えちゃった。なんか車が消えちゃったぞ。そしてなんかナイフ持ったやつがいるみたいですね。ちょっと行きましょうか。さあ早速行きたいと思います。これこっち側から行きましょうかね。おおなかなかすごい影が綺麗だよね。さあちょっと待って署の近くじゃんそれ署の後ろじゃないかそれ。そんなとこで何してんの。やばいなテロリストがいるな。ちょっと早めに行きましょうかさあこれで、あここら辺だよね。大丈夫？あれここ、あ行ってる、行ってますね行ってますね。んどれだどれだ。なんか赤点がいっぱい映ってるんですけどこれ一体なんだ。向こう側に行ってます。ちょっといまいちわからなかったなこれこっちの赤点は一体なんだ。また故障したのか車が。あーそうみたいですねここら辺かじゃあ。いやーでもここら辺だよね。黄色で表示されてるからね。あれ移動してるじゃん。マジか降りた瞬間移動したんだけど大変だなこれ。さあここですかね。いた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 。あれかまさか。えこれかこれじゃないよ。いたいたいた。ナイフ持ってるやついたわ。普通になんか持って歩いてるんだけど何してんの。手あげて手あげて。何してるのそれ。どっからそのナイフ持ってきた。ここ台所じゃないぞ。包丁下ろせ。なんだお前危ないな。ホームレスかな。ちょっと待って待ってすごい警察官来ためっちゃ来たんだけどバックアップがすごいですねそんなにいらないのに。よし、オッケー。めっちゃ来たな。すげえ来たな。さあ、ちょっと呼んでおきましょう。ああ、そうだ、忘れてた。いつもの癖だよね。今日からね、これできるんだよね。掴むことができるんだよね。これちゃんと使っていかないとね。これ使えるようになったからね。これもしっかりやっていかないと。これすごくリアルになりましたね。オッケーオッケーオッケー。あとは任せましょうか。よしこれでオッケーですね。あとねまたなんか車が動かなくなったみたいでちょっと直しましょうかどんだけ車動かなくなるのそれ。この場所でよく起こりますねこれ。
よし、オッケーオッケーオッケー。うーん、これ完全に壊れてますね。さあ、ちょっと待ってね。まあこれ権威者呼ぶ前に一応ナンバープレートチェックしとこうか。さっきみたいなことになったら大変だからね。あとこの人からも免許証聞いとこう。 ID 確認しよう。うん、ちょっと保険に入ってないなこれ。マジか、保険に入ってないのに運転したらダメだぞそれ。ちょっとサイテーション書きたいんですけどね。なんかボタンが反応してくれない。まずはあれだね、牽引者呼べということか。まあいいでしょう、呼んでおきましょう。さあこれで OK ですね。さあ来てくれました。おっしゃ。すげえ高いとこから行ったな。 OK、 これで大丈夫だね。うわー、なんか、マジか、なんだこいつ、危ない、なんだこいつ、いきなり撃ってきたぞ。手あげろ、貴様なんだ、動くな。びっくりした、今のなんだ、アサルトライフルで撃たれたぞ。こっちの人は一体何なの。まあいいでしょう、こいつはよくわからないけどね。さあ掴んでおこう。さあこれでちょっと護送車呼びましょうか。大丈夫かな。 OKOKOK。 こんな感じで近くに味方がいたらこの人が、運んでくれるみたいですね。これもなんかモッドのアップデートでなりましたね、こんな感じで。結構リアルですよね。そしてこの人は一体何だったんだろう。めっちゃ不明なんですけどね。まあ一応救急車呼びましょうか。いや僕が危なかったよこれ。もう本当だったら死んでるじゃんって感じなんですけど。すごいね、強靭な肉体でなんとかアサルトライフルの弾を防いだという。でも血痕がついてないからね、当たったのかどうかわからない。あ、ついてるな、一応腕の方に当たったのか、右手の方に当たったみたいですね。さあ、あとはここら辺も調べとこう。もうさすがに蘇生は無理そうだよね。無理だと思うんだけど、まあ、一応見とくか。勝手に救急車が帰ってる、かわいそう。同僚置き去りかよみたいな。さあこれで、うわ痛いな、ちょっと待って、ドラッグが出てきましたね。さああとはこちら、牽引しときたいと思います。うわなんかめっちゃ出てきたなこれ。この緑色の車、あのギャングの人ですね、黒人ギャングの人が乗ってた車です。さああとは牽引官呼びましょう。あとね、遺体を踏まれないようにロードマネジメントしとこうか。危ないな、ちょっと待って。ちょっと待ってね。これどうしようか。これかな？ローテーションがおかしい。あ、違うな。これでいいか。これで、こうしとこう。これで、ちょっと待ってね。つけとこうか。こんな感じで。これでいいでしょう。すごいことになってるんですけどね。よし、これで OK ですね。さあ OK です。まあなんとか遺体の収集は完了したみたいですね。まあでもこれプレビューが表示されるようになったから分かりやすいのは分かりやすいんですけど、やっぱり難しいですね、3人称視点でやろうと思うと。よいしょ。テロが起きたみたいですね。まあこれかなりの銃撃戦になるのでちょっとやめときたいと思います。これやばいな、整備不良になっちゃうな、修理しようか。さあこれでちょっと前の車調べながらあと10分ぐらいやりたいと思います。
あーこれ逃走したみたいですね、警察から。しかも無保険だな。止めておきましょう。これでちょっと誘導し、あ、逃げたな、逃げましたね。ちょっと味方をバックアップとして呼んでおきましょう。2台呼んでおきましょうか。まあ、2台いればね、こんなぐらい楽に捕まえれるはず。ちょっと待って、いけるか。ちょっと待って待って待って、いっちゃうよ、いっちゃう、待って待って、手あげて手あげて、大丈夫か。結構あさりできたね。 OKOKOK、 味方がカバーしてくれたからね。よし、これでいいですね。ちょっと身体検査しとくか。うん、大丈夫かな。うん、特に何も入ってない。あとはちょっと呼んでおきましょう。さあ、これでちょっとこいつを掴んでからのこっち側に持っていくと。この掴みながら車両に入れることは一応できるのはできるんですけどね、自分と同じ席に座っちゃうというバグがあるので、まあそれはちょっとね、あんまり使えません。さあ、これで中も調べるんですけど、なんかもう一人乗ってるじゃんこれ。君一体誰だ。そしてなんか見つかったんですけどね、ちょっと読めないですね。お金が見つかりましたね。ちょっと君は誰だ。ちょっと一旦降りてきて。ここにも人がいたんですね。そしてなぜか E ボタンが反応しない。おかしいな、ちょっと待ってね。さあ、あとはちょっとトランクも調べますか。大丈夫かこれ。うん、ここは大丈夫ですね。ギフトカードが見つかったのか。さあ、前の方は大丈夫かな。そしてあとはね、あの中に乗ってる人ですよね。これなんとかしたいんですけど。なんでこっから靴出てくるんだ。これね、ボタンが反応しない。一体なんだこれ、なんでボタン反応したいんだ。よくわからないなこれは。うん、ボタンが反応しないですね。もう仕方ないから引きずり下ろすか。さあ、これで OK ですね。あ、どうした、大丈夫か、死んだか。ちょっと待って待って待って、もうこの人も一緒に連れていこうか。よくわからないから。さて、手錠かけておきましょう。なんかちょっと危なそうだよね、服装的に。さあ、呼んでおきましょう。さあ、あとは掴んで、ここから面白いことやりますね。掴みながら入るとどうなるかっていうんですけど、ああ、ちょっと待って待って、あ、来ちゃいましたね。残念、来ちゃいました。結構面白いんですけどね。めっちゃ指さしてるな。さあ、あとはこちらは回収しておきます。 OK。 うん、光の差し具合がいい感じだね。ビルの間からいい感じで光が差し込んでる。結構綺麗だね。しかし遅いな。何してるんだろう。もう一回ちょっと違う方法で呼んでみましょうかね。これでちょっと呼んでみたいと思います。あ、音が違うな、無線の音が違う。そしてこっちから呼んだ方が到着が早いですね。おお、来てくれましたね、ありがとう。早っ。うわー、これめっちゃ早いな。もうこれからの時代はあれですね、ポリスレディオからじゃなくてこっち側から呼んだ方がいいですね。スピードが全然違う。だいぶ快適に遊べますね。さあ、ということで、どうしましょうかね。もうそろそろ終わりましょうか。時間的に長くなってしまったので。ということで、今回はですね、この辺りで終わりたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。
さよなら、バイバイ。来たね、来たね。まあ、今回コード3で呼んだので拳銃向けてくれますね、味方の人は。まあ、こういう感じでめっちゃかっこいいよねこれ。さあ行きましょう。これはこれで私も行こう。降りてきなさい。降りてこないなこれ。じゃあもうちょっと下ろすからね、扉開けて。